こんにちは、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。本日のね、動画ですけれども、ちょっとリップルの話題を取り上げていきます。リップル XRP のですね、ナスダック上場についての情報をまとめていきたいと思います。ですね、ナスダック、多分ね、名前聞いたことあると思うんですけれども、まあ、ニューヨークダウとかね、ナスダック、こう平均株価なんていうニュースがね、よく聞くんですけれども、そのナスダックがですね、仮想通貨取引所を設立するという、ニュースが、ありました。これは、今年の9月、まあ、10月手前ぐらいでね、一旦ニュースとしては出たんですけれどもね、で、それがですね、実際のところ2019年、まあ、前半初頭っていうふうに言われてるんですけれども、まあ、その前にですね、ビットコインのね、先物取引を開始し、それがですね、まあ、日本では1から3月あたりを予定しているということで、仮想通貨の取引所設立して、そしてまあ、XRP もナスダックの上場、ナスダックのね、この仮想通貨取引所に上場するというね、噂情報があるんですけれども、その前にビットコインの先物取引を開始するという流れがあるようですね。はい、ということですので、まあ実際のところ、ナスダックの取引所にね、上場することの意味とかね、まあ、価格への影響ですとかね、まあ、いつ頃、上場するのだろうかというところをちょっと分析していきたいなと思いますのでね、どうぞよろしくお願いします。さあ、ナスダックなんですけれども、じゃあ、どういったね、組織なのかというと、1971年に創設された、世界最大の証券取引所になります。本当にこれがね、世界初のコンピューターネットワークによる株式市場として取引高ランキングでね、世界有数に入る巨大市場となったということなんですね。まあ、実際のところ1971年、ね、創設された頃っていうのは、もうほぼほぼコンピューターの会社っていうのはね、相当少なかった時代ですよね。本当にまだアップルも誕生したかな、そのぐらい、まあマイクロソフトもあるかどうかちょっとまだ、ね、時系列がわからないんですけれども、まあ、そのぐらい初期のね、コンピューター業界初期の頃に、創設されているということで、現在では約2900の、ね、企業が上場しているんですけれども、代表的な企業をちょっと、挙げていきます。もうかなりのね、有名企業ばっかりですよ。Apple ですね。そしてマイクロソフト、Adobe Systems、Amazon.com、Intel、そして Dell、Kewpie、はい、そして Starbucks、Dreamworks Animation。この Dreamworks はね、映画でよく、目にしますよね。ネットフリックス、そしてフェイスブック、ペイパル、日本の、ね、企業なんかもね、東京海上ホールディングスとかね、任天堂、そして三井物産など、まあ、本当に挙げればキリがないんですけれど、ちょっと代表的なところ、をね、挙げてみたんですけれども、主にベンチャー企業向けの株式市場となっているんですけれども、ベンチャー企業向けの株式この市場としてはね、世界最大の規模を誇っているということで、まあ、元々はですね、その、まあ、全ての今のね、大企業と言われている会社も、まあ、立ち上げ当時、まあ、アップルなんかはね、よくスティーブ・ジョブスの映画なんかでも出ますけどね、本当にガレージから始まったような会社っていうのはいくつもあるわけなんですよね。はい、ですから、まあ、そのベンチャー企業向けとして始まったこのナスダックなんですけれども、もう今はね、本当に名だたる企業にがね、もう参加しているということですけれども、なんかちょっとハイテク企業ね、ハイテク関連のね、企業も多いんですけれども、まあそれでもね、やっぱね、インターネット、このコンピューターネットワークによるね、株式市場ということで、やっぱそういった会社が多い、イメージがありますね。さあ、それではね、ナスダックの仮想通貨取引所の設立は、実際のところいつになるのかというと、来年初頭と言われていますね。この同取引所に最初に上場を予定している通貨に XRP が含まれているとされているんですけれども、すごくね、気になりますよね。このビットコインのね、先ほどの取引以外に、リップルの上場をナスダック幹部がね、検討しているという、実際コメントなどもね、出ていたんですけれども、上場する通貨の選考基準というのは時価総額で、アウトされているわけなんですね。ですので、イーサリアムと同程度の時価総額を誇るね、この XRP も含まれてくると。例えば時価総額、上位、例えば10位以内とかね、確か3から7位ぐらいだったかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと流動的でありますけどね、このあたりは。となると、そのあたりの通貨も、もしかしたら上場する、ものに入ってくるのかなというふうに僕は読んで、おります。で、そのナスダックの、ね、取引所が、
できる時っていうのは XRP だけではなくて、その上位通貨ね、上位10位以内の通貨も、ちょっとこう仕込みタイミングなのかなというふうに考えております。はい、コインベースの、ね、上場も狙っていた、リップル社なんですけれども、このナスダックの、ね、もう方へ方向転換、しつつ、ただですね、なんて言うんでしょう、ナスダックの情報も、ね、もちろん大きいんですけれども、コインベースの上場がちょっと厳しいかなっていうような声も聞かれていたんですが、実はコインベースの方がですね、通貨の、ね、上場申請の検討方法を大幅に変えるという噂もあり、このね、ナスダック取引所、そしてコインベース、このダブルの、ね、上場の期待感がありますので、まあ、もしこれが実現したときに XRP の価格っていうのはすごく楽しみですね。はい。さあ、それでは気になるリップルの、XRP ですね、ナスダック上場はいつ頃になるのかというところですが、正直ここはですね、正確に読めないですし、上場の、ね、情報っていうのは普通には出てこないものなんですよね。だからこそ日々の情報収集とね、精査が非常に重要なんですけれどもね。とにかく情報というのはね、常に、たくさん出てくるんですけれどもね、日本の場合だと、英語の情報、例えばまあ、コインポストさんにしろ、コインテレグラフさんにしろ、いろんなね、情報ってやっぱ英語でね、先に出てくるんですけれども、それを日本語訳にするので、多少タイムラグが出てくるんですよ。ですから、本当は英語がね、できたら一番いいですし、早い情報が欲しいという方はですね、まあ、今 Google 翻訳なんかもありますから、そういったものを駆使していち早くこう情報を取ってくるっていうのがすごく重要になってきますね。はい、まだねナスダック上場っていうのは実はまあ確定したわけではないんですよ、噂の段階ではありますので、今はね別に価格に影響は出ていないんですけれども、確定してもね爆上げが期待できないね今の時代になってますよね。去年の今頃でしたらもうお祭り騒ぎで、僕も XRP をねガッと購入してにんまりしていた時期だったんですけど、今はねちょっとそういう風な感じでもないですし、まあ、それはねおのずと結果がねこうどんどん見えてくるものではあるかもしれませんけれども、実際にナスダックじゃあ来年初頭に、仮想通貨取引所ができて上場しますよとなってもガツンと上がるというよりは、どちらかというとこうナスダックにね上場するということで物理的に機関投資家の参入をね誘発できるので、上場後に何かしらこう価格の動きが出てくる可能性も十分にあり得ますので、もちろん期待しつつ情報を集めつつ、まあ投資できる方はねぜひ仕込みつつという感じではありますけれども、そこに一喜一憂せずに冷静に情報、あとファンダメンタルズをねしっかり読み解いていく必要がありそうですね。はい、これはね本当になかなか上場するタイミングっていうのはね難しいんですけれども、本当に確かな情報をねしっかりとこう掴んで、僕も本当に配信できる部分はねしっかりとお届けしたいなというふうに考えています。さあ、まとめていきます。仮想通貨だけではなく、ナスダックやニューヨークダウなど金融界のねことは学びを深めていって、そんなことはね何一つないなというふうに今は常に思いますね。とにかく学ぶ日々なんですけれども、やはり自分の中で学んでいって、それがすごくね肥やしになりますし、この1年間学んだことっていうのがやっぱり来年以降どんどん生かされていくなっていう部分ではありますね。本当に僕自身もここまで継続して学び続けるっていうことはね、実際のとこそんなに想定はしてなかったんですけど、思いのほかブロックチェーン技術の可能性にねすごく惹かれておりますので、はい、そこはね僕の属性と合いましたね。はい、そしてナスダックのね仮想通貨取引所に上場間近でね売買のね攻防がやはり見られる、予想されるわけなんですね。ですので相場が決めた方向へ価格がね進むわけなんですよ。ですのでこの XRP のね価格の上昇っていうのはプロでも困難なんですね。これから例えばじゃあ僕も1000円に上がるだろうっていう根拠も挙げつつ、お伝えしたんですけれどもね、やはりそこはなかなか今年中には実現しないのかなっていうような流れになっています。ただ本質としてはですね、そのどんな方がね予想した価格もやはり 100% ありえないわけなんですよね。どんなに優れた AI を使ってもですね、どんなに熟練百戦錬磨のね熟練の投資家であっても、この予想はやっぱり難しいわけなんですよね。ですけどただ大きな流れっていうのはやっぱり読めるじゃないですか。 XRP のニーズ、そして世界に対しての浸透具合ですとかね、
そういったものをしっかりと見定めて、方向性を決めていくっていうのがすごく重要かなというふうに思います。そして、XRP の、ね、価格も大切なんですけれども、もうそれ以上に時価総額ですとかね、リップル社の、ね、技術的な部分ですとか、まあ、これから の、 ホワイトペーパーとかロードマップとかそういったものもしっかり知識として、ね、持っておくことで、自分の、ね、投資している銘柄は間違いないんだっていうことで、ね、マインドは揺さぶられない、と思いますね。ここの部分が非常に重要ですね。本当にマインドを揺さぶられる、特に最近はですね、投資に限らず、まあ、ビジネス的な部分、テレビ、ラジオ、新聞、メディア、ネット、あらゆる媒体で、その、今動画を見ているあなたの感情を揺さぶってですね、理論とか、そういったものを抜きにして、感情で物を、販売するっていう手法がもうメインなんですよ。なので、感情を揺さぶられると、投資だけではなくてですね、あなたの生活そのもの自体で搾取されてしまうというような時代になってきているわけなんですね。ですから、まあ、そこはね、本当に自分のマインドを鍛えて、欲しいとね、思わされる、今のところなんですね。こういう理由なので、自分はこれが必要だっていう、自分自身の基準、それを投資に当てはめると、まあ、この技術がこういうふうに世界に浸透して、人々の幸せのために、なる、資本主義の歪みをね、少しでも緩和してくれる。だから僕はこれ投資するんだっていう、それぐらいリズムでいくといいかもしれませんね。XRP が将来ね、今40円台から1000円に上がるから投資するんだっていうのであれば、途中でね、値動きが、ね、激しくなった時に、暴落した時に、ね、高騰した時に、どちらでも感情揺さぶられますからね。そうするともう、かもですからね。もう高騰した時に飛び乗ってね、暴落した時に売るというね、仮想通貨貧乏と言われる人の動きをしてしまいますから、ぜひこの感情の部分はね、揺さぶられないという、マインド、それはもう日々のね、学び、そして知識をね、深めるという、ことからしかね、得られない部分ですから、そこはぜひ頑張って取り組んでいきましょう。さあ、それでは仮想通貨や投資全般における思考法や情報が欲しい、仮想通貨のための余剰資金を作りたい、ネットビジネスや投資で短期間での月収7桁を達成したい、そして、動画配信や広告収入など自分の好きなことで収入を得たいという方、宝徳と LINE アットですね、@小文字の XJQ 数字の9026小文字の A、@入れて ID 検索をしてください。もしくはね、この動画の概要欄の方に、URL を貼っておきますので、そちらから飛んできてください。ですね、まあ、仮想通貨暗号資産、これからまたどんどんね、情報をアップしていきたいんですけれども、まあ、この動画配信、特に YouTube でね、広告収入を得るという、スタイルっていうのは、これからどんどんニーズが高まってきますし、本当にね、資産を作るという、最初の一歩になるのかなというふうに考えています。ですので、投資も、大事ですけれど、余剰資金を作ること、自分の収入枠を増やすことという意味ではですね、YouTube 配信に関しては、僕もコミュニティを作っておりますし、ものすごく取り組みやすい、価格帯で用意しておりますので、そこもね、興味がある方はぜひとも、連絡をください。さあ、今日はね、ちょっと長々とお話ししてしまったんですけれども、まあ、これからね、年末にかけて皆さん、まあ、忘年会ですとかね、そういったものも多いんですけれども、まあ、忘年会よりはね、もうこの12月のね、後半ですけれども、この12月のうちに何かをこう始めて、1月の新年、明けた時にさらに、スピード、ね、加速するように、なんでしょうね、今年を忘れても仕方ないと思うんですよね。これ僕の持論ですけれども、忘年会昔は好きだったんですけど、今はあんまり忘年会というよりはね、新年を望む方が僕はすごく良くて、今年を忘れてしまったらですね、来年の、なんでしょうね、なんだろう、こう、原動力ってなくなるんじゃないかなと思うんですよ。今年は忘れず、しっかりね、反省して、深く反省して、来年、そこの、今年ね、まあ、忘れたこともあるかもしれませんけれども、それをね、取り返すための来年、ね、にしたいと。年号も変わりますし、2019年、そういった素晴らしい年にするために、今からスタートダッシュをね、かけておくっていうのが非常に大事だと思いますのでね。はい、これ僕自身でも言えることですし、やってること、やってないこと、まだまだたくさんあるんですが、しっかりと取り組んでいきたいと思います。それでは共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。